FM 那覇をお聞きの皆様、こんにちは。12月29日水曜日、お昼の2時を回りました。高知和歌山の沖縄ブレーブス、沖縄から世界へ。この番組は沖縄の元気が世界の元気をテーマに、那覇市議会議員の高知和歌山がパーソナリティを務めています。本日はですね、155回目の放送となりますが、今日は収録にての放送となっているため、ツイキャス、YouTube からのリアルタイムでのご覧いただくことはできませんので、ご了承くださいませ。さて、今日はですね、ワクワク IT 英数塾塾長のとしさん、そして妹のゆうちゃんとゆうたくをしていますけど、なんかさっきからカサ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 音が鳴ったり、なんだか騒がしい。はい、こんにちはでございます。こんにちは。一体何が起きてたんでしょうかね、今ね。これですかね、カサカサは。カサカサ。はい、実はですね、今日は収録してる今日日程は、今日12月の22日ですね。はい。はい、2日、収録させていただいてるんですけども、先ほど、FM 那覇のスタッフのですね、はい、皆さんからクリスマスプレゼントをいただきました。ありがとうございます。ちょっと可愛いね。開けてみたいと思います。ね、はい。なんか中にですね、まあ、ミルキーウェイが入ってますよ。あ、ミルキーウェイ入ってますね。ミルキーウェイ美味しいじゃないですか。はい。ね、メッセージもはい入っておりましてですね。はい。はい。そして中にははい、可愛いこのお菓子も詰め合わせでいただきました。スタッフの水野さん、ありがとうございました。いや、もう今日22日、実は前回ね、お話しさせてもらった時に、まあ11月の26日から那覇のですね、11月のまあ定例会ということで議会がスタートして、実は今日終わったんですよ。お疲れ様でした。お疲れ様。終わったぞ。まあ今回も2回目ではあったんですけど、とりあえずなんか終わったっていう、ちょっと少しほっとした感じと、また頑張ろうというね決意とで、今そんな気持ちで今ここに向かってきたんですけどね。お疲れ様でした。はい、もうそうこうしてるうちにもう12月、はい、この放送日29日ですよね。はい、いやもうあっという間に12月が来ちゃった。しかももう年末だって感じなんですけど、早いね。早いよね。本当に振り返ってみて、もう本当にこの1年間があっという間すぎた。もう毎年同じことこの時期言ってるかもしれないんだけど、いやもう本当にいつもあっという間だよね。そうですよね。だから今日はまあゆうちゃんとね、としさんとこの1年間も振り返りつつ、はい、年末年始一体ね、皆さん何をしてお過ごし予定ですかね。まあそんな話もしつつ、はい、はい、来年のねまたこんなことしたいなとかっていう、まあ抱負とかあれば、そんなことも話ができたらなというふうに思っていますけども。はい。はい、どうしましょうか。ここで先に一曲いっちゃいますか。そうですね。はい。今日一曲目は何？としさんのリクエスト。私のリクエストですが、はい、このアーティスト名がですね、はい、いつも噛むというか覚えてないというか。どういうこと、どういうこと。ゆうこさん、お願いいたします。あ、何、曲の紹介をゆうちゃんがやるってこと。あ、はい、そうです。そういうことね。大変申し訳ございません。了解しました。じゃあゆうちゃんお願いします。はい、ディズニー映画ムーランの曲なんですが、リフレクションという曲で、Christina Aguileraの曲です。お聞きください。Christina Aguilera。音量で。ただいまお聴きいただきました曲はChristina Aguileraでリフレクションでした。はい、これはなんかあれですか、今とちさんが拍手してるのは何？ああ、いい歌だな。あ、いい歌だな。噛まなかったからかなと思った。ごめんごめん。どこに拍手してるのか全然今分かんなかったけどね。分かんなかったね。本当になんか今日よくよく見たらなんかとちさんだけなんかめちゃくちゃ真夏な格好してんだけど。ああ、半袖ですよ。めっちゃかりゆし着てて、ゆうちゃんと私はなんかね、冬なっていう感じなんだけど、なんかね、全国的にはやっぱり最近ね寒い感じなんだけど、沖縄以外はね、沖縄20何度だったりするでしょ。だから一応暑いのかなと思ったりもするんですけど、こう太陽が出てる時はやっぱりそう感じるんですが、お家の中にいたりね、日陰というかね、そういうとこ行ったらね、一応沖縄の人なりに冬を感じますよね。ちょっと寒い感じ。手足が冷えません？いや、確かに。結構最近ね、少し冷えてきたんじゃん。朝、まあ昼はどう？ちょっとは、ね、外に出たらあれだよ、暑いと思うよ。とちさんだけじゃん。そうなのかな。あ、昼はね、たまに暑いかな。今週は冷えそうだけどね。今週末とかは。そう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 。けど部屋の中で靴下履いてるぐらい、寝る時とかもそうなの、そうそう、結構冷えるので、うちも寒いな、部屋の中はね。皆さんね、本当に沖縄はね、まだこんなとちさんみたいに半袖着てる人もいるけど、県外の皆さんはね、いやもうめちゃくちゃ今寒いですよ。もう12月末って言ったらね、北海道はマイナス3度とかなってましたね。昨日だったかな。もう雪降ってるでしょ。もう当たり前だけど、別世界ね。でもなんかやっぱこうね、この時期になるとやっぱね、雪の世界もいいよね。みたいな、雪久しぶりに。そうよね。なんか最近このうちの息子が言ってたのが、なんかこう5歳ぐらいの時かな、九州行ってその時にこう雪合戦をしたことをなんかすごい覚えてるらしくて、そうそうそう。なんで名前だったか忘れたけど、山何山だったかな、行きましたよね。ロープウェイ乗ったっけ。あれどこだっけ、熊本？熊本だったかな。どこだったかな。いや、まあゆうちゃんも覚えてない。私は多分一緒に行ってないかな。行ってない。そうそう、なんかね、やっぱこうちっちゃい時に結構見たものとか、経験したことって、こうまあ断片的にかもしれないけど、なんかすごいやっぱ印象残ってるみたいでね。そしたら娘がなんかあの時2歳ぐらい覚えてるって言って、その雪で遊んだの覚えてるって言って、パパに抱っこされてたとかって言うから、ああすごい覚えてるんだと思ってね。2歳って覚えるんだね。なんかちょっとびっくりだった。印象に残ってるっていうのは断片的に覚えてるみたい。本当に心に残ったことなんかね、たまに言うよね、こういうことをね。なんかそうだからね、よくほらちっちゃい時にどこ連れて行ってもどうせ覚えてないよとか言ったりするけどね、意外と覚えてるよ、子供たちで確認したらね。てか自分たちから話すよね。どこどこ行って何かの表紙で思い出してそれを話したりするから、あ、よくこんな小さい時のこと覚えてるねっていう話はしたりしますけどね。そうだ、意外とね、覚えてると思うんで、いろんな経験をね、やっぱちっちゃい時にさせるのいいかもしれない。でもゆうちゃんとこの2人は何歳だった？今上の子が5歳、下がもうすぐ2歳。ああ、まあちょうど今話した年齢だ。だから雪とかもね見せたいんだけど、今ねなかなか行けないので。そう、早く旅行もね連れてってあげたいなーって。まだ下の子は1回も飛行機乗ってないので。そうだよね。そう、上の子はもう2ヶ月3ヶ月ぐらいから乗ってたので。下のね、なるちゃんはそう1月令和2年ちょうどね、そう1月に生まれて2月からコロナ。そうよね。そうそうそう、ちょうどそんな時期だよね。そうなのよ。あんまり外に出れない状況からね。そうそうそう、人ともねそんなに多くは会えない。そうそう、時期だったので。でも今ほらちょうどね、なんだっけ、沖縄も沖縄再発見。でもあれは県内か。そうそうそう。沖縄県内。そうだそうだ。ね、またこの GoTo トラベルとかもね、こうもし国の方でね時期を見ながらもしでね、使い換えできたらね。そしたらそれいうのね利用しながら。旅行とかも行けるんじゃない？ねえ、早く連れてってあげたいなと。雪とアンパンマンミュージアム。アンパンマンミュージアムってどこにあるんだっけ？は福岡と東京かな。あと多分なんかあと1か所ぐらいはあると思うんだけど。そんなにあるんだ。そうどこだったかな、多分2か所か3か所はあったような。でも神戸だったかな。アンパンマンって、やっぱさ、その、何歳ぐらいまで、5歳ぐらいまで好き？ 4 歳ぐらいか。うちの上の子も好きなので。あ、今も、5歳。やっぱ下の子が見てるからかな。5歳。これさ、最近思うんだけど、結構この子供たちにアンパンマンのキャラクターを並べて、一番誰が好きって言った時に、ちなみにお子ちゃまお二人は何が好きっていう？上の子はアンパンマン、下の子はバイキンマン。だよね。そう意外と、みんなアンパンマンが好きかなと思いきや、バイキンマン好きな子多いよね。そうね。意外にもね。多いのよ意外と。なんでだと思うそれって。なんでだろう。なんか面白いのかな、やることが。そういうことかな。どうでしょうかね。なんかね、うちのこの子供が、お兄ちゃんの方がちっちゃい時言ってたのが、どうしてバイキンマンが好きなのって言ったら、こうアンパンマンがこう最後にバイキンマンやっつけるでしょ。それがなんか嫌だって、なんかこんなやって意地悪してるっていうふうになんか思ってたみたい、思ってたみたいで、それでなんかアンパンマンはこうやってやっつけるから嫌いって言って、バイキンマンが好きって言って。言ってた。だから意外とね、この子供たちのこの見方っていうのも、なんか大人はやっぱこの正義の見方、このアンパンマンっていうね、そんなイメージあるでしょ。あるある。だけど子供たちのこの見方っていうのはそれぞれなんか面白いなと思って。なるほどね。面白い。どれも正解だと思うんですよ。子供たちが感じることって。はいはいはい。トシさんは誰が好き？今聞くの。大人になった私に今聞くんですか。いや、なんか聞いてみたくなったっていうか。じゃあアンパンマン見てから答えます。いや、やっぱここでね、ちょっと答えてほしいっていうのもあるよね。ジャムおじさんとか。そう今王道でした。作るね、日が当たらないような、当たってるのかな。なんかね、あんまり支持されそうでないけども、裏方で一生懸命作ってるじゃないですか。ある意味ね、正義の味方。そうだよね。ある意味トシさんと被るんだけど。確かに最近ね、シェフしてるみたいな。そうだってね、皆さんトシさんね、本当最近本当にね、前回のねラジオでもお話しさせてもらったんですけど、すごいの本当にね、弁当作る弁当が美味しくて。今日の弁当はね、作るかどうか迷ったんだけど、今日議会最後って言ってたもんだから、なんかバタバタするかなと思って、なんか冷蔵庫をガパッて開けて、でとうとうこうなんていうの、バラバラに置いてるもんだから、普通だったらなんていうの、オイシックスとかね、こういうもののワンセットのものが前注文してたんですけど、それが見当たらなくて、もう時間は迫ってるもんだから、これとこれとこれってもう一か八かでやってみたんですよね。そしたら多分ね、ちょっと濃かったんじゃないかと思ってて、しかも料理の名前もわからないっていうか、もう適当にやったものなので、逆に聞いてみたいんですよね。どんなでした？いや、実は今日のおかずは白菜とアスパラガスと、それにお肉がラム肉、あ、そうそう、ピーマンとラム肉の薄切り。ラムじゃないんじゃない、あれ。いや、ラム肉の薄切りだったんですよ。ラムだったんだ。そうなんですよ。気づかなかった。で、その4つかをあれ何で炒めたの？いや、そのまんまの肉の持ってる油でやってるもんだから、油使う必要もなかったわけね。いや、それがね、味濃かったんじゃないって言ってるんだけど、めちゃくちゃ美味しくて、いや、あれね、絶対普通に惣菜で売られてたら買う。もう絶対リピ。褒め言葉。いや、リピ間違いなし。いや、ほんとめちゃくちゃ美味しくて食べたい。そうで、しかもすごいことに、今日ご飯がね炊かれてないって言ってて、それがなんだっけ、ご飯の代わりにオートミール、オートミールをなんかご飯代わりにして、お水の加減がちょうどまた良くてね、なんかそれとお味噌汁、びっくりじゃない？あと卵焼きもあったんだけど、そんなことを作れるトシさんになってしまったっていうね。前はね、もうチャンプルーとかね、あんなものもなんていうかな、こう全然こうできないイメージっていうか、どうやって切っていいのかわからないっていうのかな。正解があるわけではないんですが、うんうん、このなんていうかなんとか義理っていうのも全然暗記してないし、うんうん、覚えてもいないし、うんうん、こういうのが知らないと、はいはい、できないんじゃないかなって思ってたもんだから、すごく敷居が高くて、だいたい何かやろうとするときに、うん、イメージで見えてないと、うん、このなんていう失敗というか、うんうん、外れというか、それが嫌で、うん、多分進めきれないというか、うん、そうなんですよね。はいはい、でも最近は繰り返しやってることによって、うんうん、なんとなく、うんいや正解云々じゃなくて、うん、これぐらいの大きさだったらまあ口に入れやすいなとか、そういうようなところから考えられるようになって、ガスガス切っててガスガス切るんだよくわからないんだけど、正解かどうかわからないけど、今日聞いたから大丈夫かなって、褒めすぎてないかなって思ったりもするんですけど、本当に美味しくなかったらこの味よりはもうちょっとどうした方がいいよとか思うでしょ。もう文句なし。ちなみに味付けは味付けはまあ当然塩コショウなんだけども、味噌、うん、もやしの味噌炒めみたいな、なんかもやしにかけて作れるっていう味がついてるものがあってて、でもやしをねいざ使おうと思ったらなんかよろしくない感じだったので、もうもやし入れなかったんですよね。なるほどね。でとうとう全然違うものを入れてしまってだから合ってるのかどうかっていうのが正直わからないんですよ。だけど混ぜてみてから、あれあと一味何かがワンプッシュ欲しいなと思ってて、うんうん、豚丼のタレみたいなものをちょっと隠し味じゃないけど加えてから、うん、さらに塩を加えたら、うん、まあこんな感じだったっていう。なるほど。実はお味噌も入ってたのね。ねえ。そうそうそう。美味しそう。何で味付けされてるかはよく分かんなかったけどめちゃくちゃ美味しくて、とにかくもうびっくりだった。こんなものを作れるとしさになったので、あれ絶対ね売れますよとしさん。そうなんですかね。すごい。いや今ほらジャムおじさんの話からね、裏方でね年おじさんみたいな年おじさんとは言ってないよ今。若江さんの頭を焼いて顔も焼いてくれるがまた議会で疲れた時には後ろから議会の後ろからポイって投げてくる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 ってからその若江さんの頭が疲れた時には後ろから投げてくれるんですね。疲れた頭どうなるんだろうなと思うんですね。疲れた頭回収しないとやばいよな。で私がバタコさんで回収してます横で。マジですか。皆さんいろいろありがとうございます。リアルアンパンマン嫌だな。なんか嫌だな。いや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 、まさかのね、はい、ジャムおじさんが年おじさんに、年おじさんまたね、よろしくお願いしますっていう感じなんですけどね。いやもうね、本当そのアンパンマンのキャラっていう話からね、まあここまでちょっと話が進展しましたけど。はい、本当ね、また話はまた戻して、このねコロナが落ち着いたらのこの GoTo を使っての旅行の話をしてたんですよ実は。そんな話してたんだね。ちょっとそこまで戻して、旅行行くならどこ行きたいっていう話をまたしていきたいんですけど、はい、ちょっとその前にどうしましょうかね。1曲挟みますかね。はい、ぜひ挟みます。はい、はい、じゃあ次の曲はアンパンマンかな。次は違います。残念ながら。はい、はい、では次の曲はケツメイシで小さな幸せです。お聴きください。お聴きいただきました曲はケツメイシで小さな幸せでした。小さな幸せね。噛まないから。噛まないから。次の拍手は噛まないことの拍手ね。いやもう本当ね、この小さな幸せと聞きながら、はい、今日 FM 那覇のスタッフの皆さんからいただいたお菓子をいただきながら、ね、小さな幸せ、小さな幸せを噛み締めていましたけど、急いで食べてます。いや噛み締めていたんですよ。はい。はいいやでもね本当に今ねまあねコロナが落ち着いたらどこね旅行とか行きたいとかっていう話もしていたんだけど、うんはい、そんな風にねもうなんかこう当たり前のようにねやってたことがちょっとねできなくなったこの、まあ、2年余りですけどね、うん、本当にこの小さな幸せっていう言葉を聞くとすごくいろんなことを考えさせられますね、はい、そうですね、うん、本当に小さな幸せにもう気づく1年だったなってすごい思って、はいね、どんな幸せでこの当たり前にこう行けてた場所とかに行けない、うん、例えば旅行もなんですけど、うん、おばあちゃんに会いにもね行ってきたんだよね。そうそう行けなかったじゃないですか。でも当たり前にいつでも行けたのが行けなくなった。だから行けてたのはすごい幸せなことだったの、うん、会いたい時に会えること、うん、そうでしたね。そうそうそうっていうのとか、うん、まあね普通に健康で、うん、この今家族揃ってご飯を食べれることとか、まあこれはねコロナとかかかってなく健康だからこそこう美味しく食べれるんだなとか、うん、で味がするんだなとか、うん、そうだよね。そういう当たり前のことも小さなことが本当に幸せだなってすごい感じた1年だったなと思ってしみじみ聞いてました。本当だよね。はい、いや本当にそうですよ。うん、としさんにとっての小さな幸せって何ですか？ね、ああ最近で言えばさっき言ったように、うん、こうみんながこうご飯作ってから美味しいって言って。小さな幸せかなと思いますが、年おじさんらしいコメント年おじさんらしいコメントだったね今のね。作るのねとってもマイクこれ合ってる？なんか私のマイク合ってますかね？合ってます合ってますよ。なんていうかなこう作るっていうのがやっぱり大変なイメージがあったんですけど、なんとか最初らへんはね本当に作って大変だったと思うけど、みんなに食べさせないといけないと思って、でもね意外にも美味しいって言ってくれると気分良くなるんですよ。でそれの繰り返しで、あまた美味しいって言ってもらえるって多分思ってると思うんですよね。でそれが仕事もやらんといけないはずなんですけど、もう一日中このレシピ調べたりした準備とかしてたりとか、気づいたらこんなことになってるってダメだなと思ったりもするんですけど、いやでもね主婦もそんなもんというかね、毎日ね食べるもの考えたりで結構ねあっという間に時間が毎日やってきますよねこれ。もう毎食毎日毎回出てくるから、本当に終わりがないキリがない、上を見ればキリがないので、でもそのたんびになんていうの美味しいって言ってくれると、もうこれ売れるよとかなんかもう一回食べたいとかね、こんな風に言われたらやっぱりそれが嬉しいですよね。幸せですよね小さいね。あとはあれじゃないですかね、塾っていうかね自分のね仕事の方もたくさんねいろいろ今年は去年もそうだったんですけど、もう新聞に出るくらいとか、全国1位になったコンテストとかでですねとかそういうものもあったので、いろいろすごい成長していってるなというのが感じられて、日々嬉しくは思ってますね。そんな感じですね。はいはい、いいですね。赤ちゃんの小さな幸せは、はい、小さな幸せですね。今2人の話を聞きながら、いろいろ私の小さな幸せって何かなって考えていたんですけど、やっぱりとしさんがね言ってたみたいに、この本当にありがとうって言ってもらえるって嬉しいよなっていうことを今私も思っていて、特に7月今回今年は初議員、はい、初当選させていただいての議員として8月から、スタートさせてもらって、その中で日々、いろんな方の、市民相談を、受けさせていただきながら、お話をお伺いしながら、私に何ができるかなってどんなお手伝いができるかなっていうのをもう本当に全力で毎日動いてくる中で、まあ、その中でのありがとうございます本当にこれで助かったこれでよかったとか、うんうん、まあ、そういう、まあ、ありがとうって言ってもらうために頑張ってるわけじゃないんだけども、うんうん、まあ、自分がこう全力で、うん、まあ、向き合ってその一生懸命やった先に、うん、もしねそういうふうに言ってくださる言葉を聞けたら、うん、やっぱりこう嬉しいし、うんうん、なんかまた頑張ろうっていう気持ちになるし、本当に日々そういった言葉をまたいただきながら、うん、それがまたこの私自身のこのエネルギーとなり、うん、なんかこうずっと毎日走ってきたなっていうふうに、うんうん、まあ、小さな幸せって本当に目の前に、うん、そうやって自分の目の前にたくさんあるなって思いながら、うん、だからみんなねこう置かれてる状況も違うし、うん、いろんなね経験することも、ね、毎日みんなねもちろん違うじゃないですか。その中でどこに焦点を当てるかってすごい大事だろうなって。同じようなことが起きても、例えばそれをもうただただ不満で終わることもできるかもしれないけど、はいはい、でもその中でのなんか小さなありがとう、幸せを見つけていける人生だったら、はいはい、その人は幸せだろうなとかね、今2人の話を聞きながら、はいはい、本当ちょっといろんなこと考えながら聞いていたんですけどね。確かになんかこのコロナ禍の中でやっぱ不満が多かったからこそ小さな幸せにこう気づけたというか、そうかもしれないね。できないからこそでもこれは今幸せなんだなってね、改めてこう気づいたなと思って。そう、当たり前のことが幸せに感じられる、それってすごい幸せだよね。幸せ。そうね。なんか風邪ひいたりね、ちょっと体調に不調になった時に、当たり前だけどね、立ってから物を取りに行ったりとか、そういう移動ですらね大変になった時とかに思うと思うんですけど、普通にこの動けるっていうとか、これやっぱりありがたいよなって思うんですよね。だから。まあ、その感度っていうのかな、何もない時にっていうかね、何かに陥ってっていうのはね、やっぱり不自由を感じて、あの時自由だったなって感じるのもあるんですけど、今そういうでもないけれども、想像力を巡らしてっていうか感受性をね、それによってありがたみとか感謝ができるのならば、それこそ幸せがね増えて感じることができるのかなと思いますけどね。感受性のあれかな問題かな。でも大事なことだと思います。ですね。ってとしさんなんか携帯見てますけどね。今ラジオ中ですから。あ、すみません。ちょっとね。ちょっと電話取りに行く？あ、いや続けてください。続けてください。ちょっと大きな幸せかもしれないね。大きな幸せ、そうですか。いや、ゆうちゃんさ、さっきのさ、ね、前半ちょっと話していたことで、なんかちょっとね、ほらコロナ落ち着いて、ほらもし GoTo とかが再開したらどこ行きたいっていう話をね、ちょっとそうめちゃめちゃいっぱいあるんですけど。海外もねやっぱ行きたいし、まずは国内からって思ったら、東京と北海道とか、九州もね温泉とか行きたいなって思ってるのと、あと子供が長旅大丈夫だったら、北海道もねそうなんですけど金沢とかあの辺にちょっと行ってみたいなって。あの辺行ったことなかったっけ？行ったことなくて、そうもうほとんど多分行ったことないかな、あんまりその辺は。もう北海道と東京大阪とかそういう九州とか。なんかほら昔さ家族でさ、こうなんかみんなで金沢とか行った時、ゆうちゃんいなかったっけ？そう、私は美容師してたのでそうだったっけ？そうその時は仕事だったんだね。そう行けなかったんですけど。なるほどなるほど。そうだからね、あの時行っとけばよかったなってちょっと思ってます。いやでもねやっぱりこう、旅行はね、まあ行ける時に、本当に行った方がいい、まあ行けるのであれば、行ける時にね本当にタイミングだな。なと思いました。その時に行けるんだったら行った方がいいなと。行った方がいいですね。はい。ですね。若ちゃん大丈夫です。大丈夫です。はい。ごめんなさいね。はい、若ちゃんは？若ちゃんはどこ行きたい？やっぱりそうだね。海外とか行きたいね。ハワイも行きたいし、台湾とかね。そう。でもなんかこう今実際ねこういったお仕事をさせていただく中で、なんか海外。ていけるのかなって現実思っちゃったりとか確かに急にね仕事入ったりとかね今すごいあるし、ただね一つね、まあ、前回もお話しさせてもらったんですけど、防災士のね勉強させてもらってやっぱりこう新しいことを本当にこう勉強していくことってすごく大事だなってこう改めて思っていて、勉強することでいろんなアンテナがね張るし、あ、これを知って、あ、じゃあもっとこんなことできるんじゃないかなとか、もう最近はもうずっとね、自分がこの勉強することがどうやってねこの市民のためになるのかそればっかり考えて生きてるそうだからやっぱこうどこ行きたいって言った時に、もう本当に現実的にやっぱこう来年年明けは、いろいろそういった研修とか、まあ、勉強したいなって思う。っていうのも11月に同じこの会派のね、先輩議員、若子議員と一緒に、東京の豊島区に、行ったんですよ。で行ってこの豊島区役所でいろんな話を聞いてね、あ、こんなこと那覇市に取り入れたらもっといいなとか、この子どもの居場所づくりとかね、女性の支援とかっていうのもすごく勉強になったわけ。だからこういうふうにやっぱこうこういったものを那覇、ね、那覇市にも取り入れたらもっと女性のためになるな、子どもたちのためになるなとかっていう、そういったことをもっと勉強して、そういった見に行きたい。で今一番行きたいのは、もっと現実的に話すと東京の世田谷区、では、この子どものね、子どもたちが、例えばこの学校でこんなことがあったとか、悩みとかいじめられてるとかっていうのを、この相談できる第三者の期間があるんですよ。実はこの11月今回の議会でも取り上げたんですけど、セタホットっていう、まあ人権じゃなくてね、権利擁護機関っていうんですかね。子どもコミッショナーでした。子どもコミッショナー、さすが年おじさん。何でも知ってる。そういったものをね、本当に今回那覇市でもできないかなっていうことで取り上げさせてもらったんですけど、やっぱりこう子どもたちが何かあった時にね、本当に相談できる第三者の、学校でもなく教育委員会でもなく第三者の機関の窓口があって、そのまたね方たちが子どもたちのために動いてくれるっていうものを世田谷区ではもうスタートしていて、それをちょっとね話を聞きにとか、あとまた実際見に行ったりとかしてみたいなっていうのが超リアルな話なんですけど、どっかタイミングでね年明け、行きたいなっていうふうに思ってますね。なので本当最近はなんかこう自分がこう遊ぶっていう感覚よりは、やっぱまずはねいろんなこと知りたい、だからちょっと勉強しに勉強したいな、だからどこどこの県にはこういうことがある、じゃあ見たいなとか、なんか思考が今そっちに仕事モードになってますね。でもなんかすごく楽しいです。なんか楽しそうだよねって年おじさんに言ってもらっていつも支えていただきました。ありがとうございます。弁当作りましょうねよろしくお願いします。まあね、私のことを言えばそういう感じなんですけどね。逆にとしさんはどっか行きたいところとかあるんですか？行きたいところですね。まあそうですね、こうやっぱり後々やっぱり海外行きたいなっては思いますけど、まあやっぱり現実的なところを考えるとあまり今は出にくいかなと思うので、そうですね、やっぱり東京とかで、まあ、最新情報っていうんですかね、そういう仕事関連のものも、手に入りやすいかなと思いますので、まあ、東京大阪などは行きたいっていうのはあるんですけど、まあ、食事で考えたらやっぱりこの北海道だとかですね、北のものって美味しそうだなっていう感じがあるんですよね。だから東北とか全然行ったことないので、ちょっと行ってみたいなっていう気はしますね。あれ面白かったんじゃない？石川県の旅行ね。そうね、さっきゆうちゃんが行きたいって言ってたとこ、金沢とか行きたいって。金沢、白川郷ってどこだったっけ？どこだろう？あそこもすごい行ってみたくて。どこだろう？行ったことないよね、きっとね、私たちね。多分ないんじゃないのかな。そうそうそう、はい、そこも、はい、今きっと聞いてくださってるリスナーさんがそんなことも知らないからね今度調べときます、うん、そうそうそうね、行きたいですね、ね、行きたいな、はい、っていうことで、はい、ここでまた一曲紹介したいんですけど、はい、次はゆうちゃんのリクエスト曲ですかね。はい、では次の曲は桑田佳祐で白い恋人たちです。お聴きください。はい、お聴きいただきました曲は桑田佳祐で白い恋人たちでした。はい、もうなんかこんな季節なんだね。改めてね、本当に雪がね、なんかイメージできるよね。できますね。はい、今ちょっととしさんは電話越しに出てしまいましたけどね。今大事な確認があるということでね。はい、はい、ということですけど、はい、もうねいよいよだからね、うん、もう本当年末。うんはい、もう今日は22っていうことをね最初に、はい、お伝えさせてもらったんですけど、私たちのこの収録日ですね。そうですね。はい、ここから、うん、ゆうちゃん年末年始、はいはい、何かする予定がありますか？私はですね年末休みに入ったら、はいはい、この何でしたっけ、沖縄再発見クーポンを使って、うん、泊まりに県内にそう行こうと思ってます。なるほどですね。はい、いいですね、気分転換にね。そうそう、子供たちもね旅行も行けないのでちょっと、はいはい、旅行気分で。そうそれもなんかね。いいですね。としさん、お帰りなさい。はい。お帰りなさい。はい、どうでしたかね。今は大丈夫ですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。今ちょうどね、ゆうちゃんとこの年末年始をどう過ごしたいかという話をでしてるんですけどね。としさんの予定はどうですか。私の予定ですか。はい。やりたいこと。年末でですかね。まあ年末年始。年末年始か。今やっぱりね仕事の方も面白くてね、こういろんな問い合わせとかあったりするので、うん、うん、ちょっとね新しくやっぱり IT を使ってたくさんっていうかねオンラインでも、うん、県をまたいででもですね、国をまたいででも募集できるようにしたいなというふうにはずっとあるんですけども、そこら辺少しでもいいから進められたらいいなとは思ってますね。これができれば、何その年末年始にじゃあ仕事に没頭すると、まあどうしてもなんていうの今進めたいことの一つなんですよ。もう人生待ったなしですからね。もう思いついた時にねやらないと進められないような気がするんですよね。私さんは仕事に打ち込みたいと年末年始と言いつつもやっぱりね年末なのでおいしいもの食べたり飲んだりしてる可能性が。大な。なんか想像できる。表向きと実はみたいな。最初から本音で言えよって言いたいんですけどね。いやね、建前と本音ではなくて、この理想像と目の前に出されたね、誘惑にそんな感じ。誘惑に負けるとしさんってやつ。そんな感じ。めっちゃこう意志が弱いっていうね。確かにもう負けてる。もう負けてる。もうすでに。もうすでに悟ってるよね。いややっぱりね年末年始はねなかなか食べられない美味しいのがありますからね。そうですね。そうもう本当ねそういう。でよく言われるじゃないですかね正月じゃないですけど食べ正月か。ね正月。でなんていうの太っちゃうみたいな。これに気をつけないといけないなと。正月太りね。それ餅とかね。そうビールとかね。そう。いや私はねもう年末年始ね、うん、もうしょっちゅう言ってますけど、はい、断捨離したいですね。まずはねちょっと思いっきり家を片付けしたい、掃除したい。一気に今脳が現実になったなんか美味しいものとか思ってたのが現実みたいな多分ね一生懸命片付けたら美味しいものがさらに美味しくなる。確かにめちゃめちゃ美味しくなる。はい頑張ろう。だからもう目標をねやっぱ決めてねもうガシガシこの年末数日間は行きたいですね。ちょっとね大きいもの出さないといけないかもしれないですよね。大きいものちょっとねもう本当はいちょっとね頑張りたいと思います。ちなみにこうね来年の抱負というかやりたいこととかありますかゆうちゃん。来年のね何も考えてなかったですけど来年のねとりあえず健康で、うん、健康管理と、まあ、睡眠とか子どもたちも含めてちょっとそこをね頑張りたいなと、あとはやりたいことを見つけて、うん、ちょっとそこに向かって一歩でも進めたらなと思ってます。でも健康管理がまず一番大事だよね。何してもそうですよね。本当ね、なかなか何もできないもんね。ですね。大事だと思いますよ。私さんはなんか。私はですね、もうね、もうやりたいことをやりたいっていうのはね、まさにその通りなんですけど、まあ塾やってるんですけどね、こう勉強タイプじゃなくて、もうね、今面白いと思うことをこう生徒に伝えたいというか、まあ楽しみながら。やっていきたいんですよね、はい、勉強スタイルじゃなくて、はい、楽しむね、楽しむ、もっとそう楽しむ、じゃあ一言でいきましょう、来年は楽しむということですね。でいつの間にか勉強になってるみたいな。いやでもね、勉強を楽しむっていうのすごく大事ですよね。勉強っていうスタイルかわかんないんですけど、はい、もうとにかくね、来年はねガシガシガンガンいきたいなと。なるほどですね。いいですね。はい、じゃあ私は言っていいですか、私のこと。でも私が今すごく思ってるのは、別にすごい大きなこととかではなくて、やっぱこうゆうちゃんが本当言ったみたいに、まず本当にこう家族みんな健康で、なんかこう自分のこの足元をこの固めていくっていうんですかね。今目の前にあること、やるべきこととかを本当に着実に。じっくりゆっくりと、固めていきながらですね、はい、はい、もう着実に一歩一歩進んでいきたいなっていうのが来年の目標ですね。はい、なんか今まではね、あんなこともこんなこともってすごいあったんですけど、なんか今、はい、目の前のとにかくことを一つ一つしっかりと、向き合って、はい、着実に確実に進めていく、誠実に進めていくということがですね、今の私の来年の目標でございます。はい、素晴らしい。はい、まあね、今3人来年の抱負を話しながら、リスナーのね皆さんもあ来年かと思いながら聞いてくださってるんじゃないかなと思うんですけど、そろそろですね、ちょっとエンディングに入りたいと思うんですね。はい、あっという間の時間ですね。はい、早いね。じゃあエンディングに入りたいと思います。特別じゃない英雄じゃない、みんなの上には空がある、雨の日もある、風の日もある、たまに晴れたら丸儲け。はい、もうあっという間の時間ですが、今日の放送はですね、これまた、来年年明けに YouTube でアップする予定でございます。YouTube からコーチ若いで検索いただけると、視聴これまでの放送も視聴することができますので、ぜひですね皆様また聞いていただきたいと思います。次回の放送は、年明け、2022年1月5日、水曜日午後2時からの放送となります。この日もですね、収録にての放送となりますので、ぜひ皆様お楽しみにしていてください。この番組は、パーソナリティコーチ若江と、ワクワク IT 英数塾、塾長のとしさん、そして妹のゆうちゃん、今日はですね3人でユンタクをいたしました。このもうね1時間あっという間でしたね。はい、早かった。そして今年もですね、本当にリスナーの皆さんにも支えていただきまして、本当に私たちもですね、私も結構ラジオ来れない日も結構今年はあったんですけども、はい、本当にもう皆様に温かく見守っていただき、支えていただきながら、本当に元気でね楽しく終わらせていただくことができまして、本当にありがとうございました。そしてFM 那覇のスタッフの皆様もですね、本当にいつも支えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、また私たちもね来年もまたしっかり元気いっぱい頑張っていきましょうね。はい、はい、そんな私たちはまた来年も皆様よろしくお願いします。お願いします。もう今年1年本当にお世話になりました。ありがとうございました。リスナーの皆さん、今年ねいっぱいコメントありがとうございました。本当です。もう本当に毎回ね幸せでしたね、本当にね。はい、来年もまたよろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、それではまた今日もですね、この後も素敵でワクワクした楽しい時間をお過ごしください。それでは皆さんまたね、ありがとうございます。ぜひ良いお年を。はい、お年を。ありがとうございます。またね。またね。バイバイ。